ヒューベルトから託された地図を頼りに闇にうごめく者たちの本拠を目指す同盟軍。入り口から足を踏み入れたその先には広大な地下都市が広がっていた。すごい、地下にこれほど広大な空間があったな。まさに地下都市だな。見たこともない建物がひしめ、古代遺跡のようですが、古めかしいだけじゃないようです。僕の知る限り、ここにあるような装飾が施、壮観だが美しい景色とは言い難い。とにかく下に降りないことにはな。いえ、どうあっても闇にうごめく者たちは滅ぼさねばなりません。私の推測が正しいなら、あなたです。あなたが天帝の剣を使えること、かつて彼らがネメシスに与えた力と同じ力を、それが、そうですね、あなたが何者なのかを。地下に潜み暮らすこと幾千年、その憎き仇が滅せよ。高慢な女神に連れ、今こそタイタニスの呪縛を解け。その計算の、おいおい、なんだあのデカブスは。魔獣ではないようですね。意志を持たぬ兵器なら、残りの機体も全てと。さあ急ぎましょう。戦場を広く見なくても、彼らの死を無駄にはしない。ええ、任せてちょうだい。早く指示してくれ。このところで死ねるかよ。来たす。先制奇襲、有利思います。はいはい、行きますか。戦場に立つ以上、戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。落ち着いていきましょう。切り込むぞ。いつでも行けます。ミスカムは起動したな。シャンバラが崩れようと構わない。Thank you.
るな。現れたか貴様の血。これで終わりにはせぬぞ。まさか。アガルタの民に光あれ。レア様、しっかり。部屋にお連れしろ。重傷ね。生きているのが不思議なくらい。主よ、レア様をお救いか。私たちは祈るしかないわね。5年前、ここが陥落した日、俺もその姿をちらりと見たが、どこから現れたのかは分からなかった。みんな、あの獣の正体はレアさんだったんだな。あ、じゃあ、あんたはレアさんの正体を知ってたのか。そうか。昔、白き者と呼ばれる存在の絵を見せたことがあったよな。トマシュの私物だからとか言われて、セテスさんに没収されちまったが、あの姿はまさしくそれだった。書物には女神に使わされたと書いてある。今レアさんの容態は深刻だ。だが俺たちはまだレアさんに聞かなきゃならない。少し落ち着いたら一緒にレアさんのところへ行こう。真実を知る時が来たんだ。水風の章、水雨の節、大地の夜明け。シャンバラは崩壊し、
闇にうごめく者たちの野望は砕かれた。しかしその代償としてレアが重傷を負ってしまう。まだ全ての謎は明らかになっていない。クロードラはもはや立ち上がることすらできなくなったレアの部屋を訪ねるのだった。二人ともよく来てくれました。療養中に押しかけてしまってすみですが、俺たちはどうしてもレアさんに聞いておきたい。私はもう長くはないようです。レアさん、まず聞かせてください。俺の考えだとあれこそが女神の眷属。神祖が最後に生んだ眷属が、古の時代神祖は遥か遠いところから来て、自らの体を人に似た姿に作り変え、神祖は眷属と共に地上の人々に知識と技を伝え、ですが文明を得た人々は神祖の教えに背き、やがて人々は自らを神であると思い込み、その戦いによって地上は焦土と化し、その時に地上を捨て、いずこかに逃れた者の末裔が。なるほど、奴らはそんな大…神祖が荒れ果てた大地を再生させるには、いつしか大地は穏やかさを取り戻し、そして残された眷属はザナドに集落を築き、聖母を守りながら死んですが、ネメシスが現れ、谷のすべてが真っ赤に染まったあの光景を、同胞の亡骸から作られた武器を誇らしげに振るう者たちを、そしてザナドでただ一人生き残った私はセイロスと名乗り、帝国の建国を促し、そしてザナドの地を離れた私はフォドラに散っていた眷属たちを、ついにタルティン平原でネメシスを撃ち、あんたが聖者セイロスだって。クロード殿、急ぎ、お耳に入れたいことが。報告があるならここでなさい。私を気遣う必要はありません。ああ、ですが東方の諸都市より次々と急死が駆け込んできております。正体不明の軍勢が進行中とのことで。何だって。急振り向けるよ。東グロンダース街道沿いの町や中には住民が一人残らず。敵の出所はシャンバラか。報告します。正体不明の軍勢がミルディン大橋を越えました。同盟軍が迎撃に出たようですが。そんなところまで来てんのか。伯爵は無事だけど、火星に入った兄さんが。ホルストさんほどの優勝が。敵将は天帝の剣に似た武器を持っていて。まさか。敵勢は炎の紋章を掲げ、アミッド大河沿いに前進を続けています。奴らの狙いはガルグマクカと。我々は迎撃の準備にかかります。天帝の剣を模した武具を持ち、炎の紋章を掲げ、間違いありません。敵勢を率いているのはネメシスです。はあ、ネメシスだって。大昔の解放王が蘇ったとでも言うんですか。シャンバラが陥落する際に封印を解かれたのかもしれません。神祖の血は我々眷属とは比較にならぬほど強い力を秘めています。その血を得た人間であるネメシスであれば、この状況も不思議ではありません。神祖の血を。そうか、確か聖母で亡骸を手に入れたんでしたね。神祖ソティスの血によって炎の紋章を、骨と心臓によって天帝の剣を得たのです。骨と心臓が天帝の剣。正確には天帝の剣にはめられていた紋章石こそが神祖の心臓。実血の紋章や他の紋章石も同じ神祖の眷属の血と心臓で生み出され、それらは神祖が人間に授けた力ではなく。実血の紋章、紋章石、英雄の遺産、全てはあいつらが作ったもの。ネメシスは天帝の剣を使い、赤、つまりザナドの民は同胞の亡骸で作られた武器で殺された。だが解せないな。先生が持つ天帝の剣には紋章石がない。なのに
なぜ先生は天帝の剣の力を引き出せるんだ。真祖の紋章石はこの子の中にあります。私は聖者セイロスとしてネメシスと戦い、真祖の心臓を取り戻しました。その心臓を使って私は真祖を蘇らせるつもりでした。たとえ禁忌を犯してでも、私は真祖に、母に会いたかった。母さえ復活すれば、私は自分が失ったものを全て取り戻す。そういうことか。私には予感がありました。あなたならばその体に真祖の意識を宿すだろうと予感は当たりました。なのに真祖はその力の海をあなたに託して、私の悲願は叶いませんでした。ですがあなたの力で再びネメシスを倒すのです。ホドラの血塗られた歴史に。レア様に万一のことがあったらこんな時だってのに。邪王ネメシスの野郎、ああもう腹が立つ。古代の遺跡を破壊したらどうしても戦いを終わる。それだけの執念が。先生、フォドラは統一されたってのにしつこい奴ら。先生、さっさとぶっ飛ばしてみんなが安心できる日々を取り戻そうぜ。よっしゃ。もうあんま日もねえけど。やっと終わったと思っても、今度こそ本当に最後の戦いなのでしょうか。じゃあ私も信じます。ポドラの夜明けまで。え、あのレア様、大丈夫なんでしょうか。想像はしたくないけど、もしこのまま、はい、何はともあれ。せっかく戦争が終わったのに。それにしてもネメシスはどうしてガルグマクを狙っているの。え、復讐の相手が。とにかく大事。あなた、ねえ、頼んだぞ。伝説に語られる。俺はこれまで多くのもの勝つぞ先生。なあ、黒幕を滅ぼしたと思ったら、だがどんなに邪悪な化け物が。いや、ガルグマクだけでは。きっとジェラルト殿ならば。聞いたよ先生、敵はネメシス。冗談みたいな話だが、大修道院に攻め入っ。邪王ネメシスによる突然の侵攻。圧倒的な強さの前に父は戦う。無駄死にを避けたことは英断だ。ポドラの未来と。よろしくね。ああ、
で最後、次で最後と思う先生。いつになったらそうなると先生。ねえねえ、そんな恐ろしい相手が羨ましいな。学ぶべき。今まで違う物々しいネメシス。しかしフォドラ、生まれ異なってそれでも何か肌感じます。先生もあなた震えて。すみません。先生、謎の組織を壊滅させた。理解の範疇を超えてるというか、もうただただ頭が痛いというか、どこまでが伝説でどこまで。とにかく俺は死ぬ。無事に生き延びられたら。先生、大変だ。次の戦いに勝ったら食料庫の方で。絶対待ってろネメシス。壊滅しました。クロニエがモニカの姿を奪っていたように、この戦いが終わった。いえ、ともネメシスを倒さぬ限り。先生、はあ、いっぺんに壮大な話を。レアさんの正体は聖者セイロス。しかもあんたの体には女神の心臓。いや、ぶったまげてれば。奴を倒さなきゃ。これが本当に最後のこと。先生、メリセウス要塞を粉砕した人、おそらくは自分たちもろ。ついでに我々も負け。そしてまた光の杭は。どうだね、私の考えは。やはりそうで。この調子でかのネメシス。お願いしますわね。レア様は今眠っていらっしゃいますわ。万に一つもネメシス。この大修道院が落成する。その戦いで、それが君が持つ。今レアはセイロスは動けない。我々も死力を尽くし。そうです。おおよその話は、クロド。闇にうごめく者はかつて女神に敗れて地下に逃れ、彼らは女神とその眷属。彼らが救済者を自称していた。ここまで毛を支え合い、励まし合い。だのになぜ誰も私と。どこにあるのかしら。こうなったらあなたも独り身でいて。レア様、すごく強くて。せっかくガルグマ。レア様がかわいそうだ。先生もお願いします。
ネメシスが率いる軍勢、彼らが生き残っている限り、はい、まあ、次の戦いで。戦争って終わりに近づけば近づく、勝者は一気に勝負、敗者は起死回生の、それで死ぬ人たちの身にもなってほしいもんですよね。まあそれはわかりますけど、カトシ・シャンは紋章の力とは、あれは窓、彼らは過去、何全てが片付いた、そのためにも頼むよ。ホドラの未来を守るとか、だから私は先生を守、先生さえ守り抜け、師匠。できずに重傷と、誰かを助けるためになのに、なぜ、お願いしたいことがあって。